こんばんは、ライトニングクラッチマガジン編集長の松島敦がお届けするワンナワートークの時間がやってまいりました。この番組はですね、 YouTube でも、聞いていただいている方多いんですが、無料アプリ YouTube ミュージックからだとですね、課金しなくてもバックグラウンドで再生できます。何かしながら、仕事しながらとかですね、車運転しながらなんていう聞く方は、YouTube ミュージックから聞いていただくことを推奨してます。ということですね、なんかもう日本列島今すごいことになってて、台風10号がちょうど今、西の方にですね上陸している最中なんですけど、東京に来るのか来るのかと思っていたら、なんか未だに進路の予想が明確にならないような変な天気なんですよ。でも雨はすっごい降ってて、都内がですね、まあ脆弱だなというぐらい非常にいろんなところで冠水しちゃったりですね、避難指示が出たりと、ちょっと大騒ぎな一日です。これからね、俺も9月、まあ昔って9月になるともう秋って言ってたんだけど、もうもはや9月も真夏みたいな気温じゃないですか、昔の。35度超えるなんていう日も9月は何日もあるような、非常に9月がですね、気分よく迎えられるのかなと思っていたんですけれども、どうなっちゃうのかなと、バタバタしそうだなと思ってます。なんかもう9月は連休も多いでしょう。飛び石毎週3連休が2回続くのかな、なんかそんなで、もう何の日だか俺もよく分かんなくなってきてるっていう最近のカレンダーなんですけれどね、予定は、また9月海外行ったりとかもする予定があったりとか、そうそう、昨日いただいたお話なんですけど、これで YouTube でラジオやってるおかげで、実際のラジオ局から出番が来ました。なんかそんな話があってね、ちょっと地方のラジオ局なんですけど、お話いただいて出ることになったんで、またね詳細が分かったら、ここでね皆さんにお知らせしようとは思うんですけど、喋るのがね、俺自分では口下手なところがあるとか人見知りなところがあると昔から思っていたんですけれども、なんかみんなによく喋れるねって、1時間よく喋れるねって最近すごい褒められることが多くなって、あれもしかして俺って喋るの得意なのかなってつい最近気づくようになってきたんですね。で自分でこのチャンネルなんかも聞き返してはいるんですけど、その後にやっぱりねプロが喋ってるラジオ番組を聞くとね、あ全然違うなと思っていて、なんかみんなにおだてられてるのを信じないようにしようと思ってるんですけどね、多分だからプロがやるラジオの、出演って過去にもね何度かあるんですけど、やっぱり話をさせられるんだよね、こっちから自発的に話すというよりは聞かれてることに答えててお腹いっぱいみたいな感じになっちゃってるんで、もう少し喋りもトレーニングしていかなきゃなとは思ってるんですけど、まあまだ明確に言えるのは、喋るより、原稿書く方が得意だなと思ってます。まあ全然ね文字書くのはもう30年近くやってきてる仕事なんでね、さすがにねそんな簡単に俺やっぱり書くより喋る方が得意だわとかっていうことにはならんなと思ってる今日この頃なんですが、聞いてくださってるという方はね非常に多いんで、いろんなところで声かけてもらうんで、ちゃんとね鍛錬して練習していこうと思っている、今日この頃です。というわけでですね、本日ですねちょっと、今までは、洋服のブランドさんとかお店さんの方が多かったんですけども、今日は初めてのトライ、もうねまあまあ本当僕の周りでは知らない人はいない、もはやもう東京の原宿の名所みたいになっている場所に今日は来ております。バーバーのねウルフマンさん、
で、そこの代表のソアラさんに本日はゲストで登場していただこうと思っております。ということで松島敦のワンナートークお楽しみください。それでは本日のゲスト、ウルフマンのソアラさんです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。ウルフマンバーバーショップの代表のソアラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこれ原宿にある店舗で、神宮前の店舗でですね、はい、場所をお借りして収録しているわけなんですけども、はい、ここは今最新の店舗になりますか？そうですね、もう 2年目かな。はい、僕もね、本当なんか何店舗かやるとなんかだんだんとこうお店何年前に作ったかっていうのもちょっとだんだんとあやふやになってくるっていう。一番最初は第1号のウルフマンは佐野、佐野ですね。佐野が第1号ですね。で栃木県佐野市のお店です。まあ、あの実家があの館林、群馬の館林にあって、はい、まあ、やっぱりちょっとこう、まあ、その頃はやっぱり親の面倒を見なしちゃいけないなかなみたいな、いう状況もあって、ええ、じゃあまあ近くのところだったらどこはいいかってなった時に、まあ、佐野がちょうどその時あのアウトレットとか、はい、あとイオンモールとかで大きいのがありますもんね、インターンとこに、はい、ちょっと盛り上がってきたんで、はい、じゃあその佐野新都市っていう町ができたんですよね。はい、でその中でじゃあちょっとやろうかなと思って、最初は本当なんだろうまあ、あの辺をいろいろ見て回ったんですけど、なかなかね、あの出会う機会がなくて結構いろいろ苦労したんですけど、なんかその路面の通りに、まあ、ちょうどいい場所が出てきて、はい、そこは抽選でなんか応募ができるんで、はい、結構倍率は高かったんですけど、20何倍っていう倍率だったんですけど、それで見事ね、当たって、そうなんですよ。それでまあ今に至るというか、トントン拍子で今何店舗あるんですか？今は合わせると5店舗ですかね。東京佐野に1店舗で、東京にウルフマンバーバーショップを3店舗。はい、そうですね、はい、3店舗。はい、あと下北沢に、あの竹静バーバーっていう、はいはい、もうシグニチャーショップです。はい、はい、それを作りました。ご自身の名前の、はい、そうですね、ちょっとまあテイストを変えたっていうか、ちょっとこう雰囲気はまたウルフマンとは違うんですけど、どうですか、このまあバーバーというバーバースタイルって言った方がいいのかな、なんかこう、すごいクラシックなスタイルのバーバーっていうのが増えてきたのってもう10年ぐらい前ぐらいからですかね。そうですね、まあ、ちょうど僕がこっち来始めた頃ですかね。美容業界にある意味こう大革新が起こったような感じで僕は捉えてたんですけど。そうだと思いますよね。なんかそうなんですよね、僕もやっぱ最初栃木に出した時はまだそういう流れはなかったんですけど、でもちろんやっぱりまあなんだろうな、こうその当時、まあ、かっこいいかなっていう感じのお店を作ったんですよ。はいはい、ただやっぱりそんな尖った店じゃなくて、でなんかその頃もまだやっぱりなんかこうなんだ、まあカリスマ美容師ブームのこう、まあ、ずっと続いてるんじゃないんですけど、はいはい、やっぱり男も美容室とか、はい、あとはやっぱりまあなんだろう、床屋さんってちょっと古臭いよねっていう感じの、まだそれが結構まだまだあった頃だったんですよね。まあ、すごく美容室の数はどんどん増えていってる中で、はい、美容室はだいぶ減ってってる。そう、もう廃業していく方が後継ぎがいなくてとかっていう時代が確かにあったと聞いてるんですけどね。その頃平均年齢は65歳っていうなんか言ってましたね。美容の方ですか？美容師、はい、はあ、まあ、して誤解を招かずに、
ていうと利用の方、利用者さんの方がなるまでに大変なんですよね。いや大変って時間がかかる。いやまあだけどそれはまあやっぱり追求するの仕方によって違うとは思うんですけど、ええ、まあ、やっぱり美容師だってすごく大変ですし、ええ、まあ、利用者ももちろん顔剃りとかそういったメニューがあるんで、ええ、まあ、ちょっと直接肌にこうカミソリ当てる分緊張はするかもしれないんですけど、はい、ただ技術に関しては多分どちらも大変だなとは思います。ソーラさんはなぜ利用を選ばれたんですか？僕は実家が床屋さんなんですよ。おまあ、あとを継ぐつもりで、その当時はそう思ってましたけどね、ええ、やっぱり自分が修行してる中やっぱりまあやっぱり自分で、まあ、思った通りのお店をやりたいし、ええ、まあやっぱりこの仕事に就くのももちろん家がやってたっていうのもあるんですけど、ええ、やっぱり職人とかやっぱり自分のなんだろうな、こうわがままでなんか仕事をしたかったっていうか、なんか社会的こうあんまりまあ自分で言うのもなんですけど不適合だなと思ってたんですよ昔から、ええ、なんかなかなかこう一緒にみんなと一緒にやることができないタイプだったんで、みんなが一緒に向くとそっぽ向いちゃう方だったんですよ。なんでこれはもうちょっと難しいなと思って、だから職人の世界だったらそういうことはないだろうなと思って、はい、それでたまたま家が床屋さんだったんで、ええ、それになっただけなんですよ。おでもね、人とかそうやって人とつるむのがあっておっしゃいますけど、はい、もう今となってはソウルさんの会社では何人の従業員雇ってるんですか？今もさ、まあ、僕もそれもう正確に把握しないんですけど30何人かだと思いますね。そうですよね、まあ、5店舗もあったらそのぐらいになっちゃいますね。来年多分40人ぐらいになると思うんですけど、ええ、そうなんですよね。おいやでもなかなかそういう規模で個人から始めて利用やってるところっていうのは、そうですね、もう思ってもみなかったかもしれないですよね。そうそう、普通じゃあ床屋さんで働こうとか利用士になろうって思った人がそこまで夢見れないぐらいの規模感じじゃないですか、きっと。そうですね、まあ、さっきも言いましたけど本当に何だろうな、僕そういう人とこう接するのもちょっと苦手だった時もあったんですよ、学生時代もそうなんですけど、はいはい、あんまりこう大勢の人数でつるむのが本当に苦手で、はい、それが今こうやって自分の、ね、お店がこうでかくなってくるのはちょっと不思議な感じがするんですよね。自分でこうなんでこうできたのかなとか。いやでもね、もうそのいわゆるバーバースタイルの走りだと思うし、ある意味ね、いまだにその先頭を突っ走ってるのは間違いないんだろうなとは思うんですけど、そうです、これはなんかもう自分の好きなことを突き詰めていったらそうなったって感じなんですか？そうですね、やっぱりそのまあ佐野でやってて、ええ、まあ、お客さんはやっぱりすごい来てくれたんですよ、はい、まあ、その中でやっぱりもちろん頑張って、まあ、もうずっと売り上げは上げてきてたんですけど、ええ、やっぱりその疲れてくるんですよね、体も疲労して忙しくなると、忙しくなって、ええ、でその時にやっぱちょっと体を壊して、おうおう、でなかなか治らないちょっとそういった病気じゃないんですけどちょっとなって、ええ、まあ多分ストレスだったんでしょうけど今思えば、はい、それでまあだけどその仕事、僕この美容業しかやってこなかったんで、ええ、他の仕事はまずできないと思ってたんで、ええ、どうせやるんだったらやっぱりそのまあ大変でちょっとこう体もちょっとこうまあ大病というかなんというかちょっと病気してだけどもやらなくちゃいけないと思った時に、ええ、好きなこのやっぱり好きで始めたことなんで、はいはい、嫌いになりたくなかったんですよね、ええ、なんでそこでやっぱりそのアメリカのバーバーショップとか見た時に、ええ、まあ、やっぱりこう好きな感じでやってる感じがすごく見えたんですよね。のんきな感じ。そう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 。まあ、かっこつけてるんじゃないですけど、
でもバーガーっていろいろこう法整備がされてるんですよね、美容業界って、はい、こういうのはしていい、こういうのはしちゃダメとか。アメリカってそういうのないですか？いや、あると思いますよ。僕そこまではその法整備はあれですけど、だけど州ごとでライセンス違ったりとか、はいはい、結構あるんですけど、あ、そうか、アメリカは全州ごとになりますよね。まあやっぱり衛生的な部分も多分アメリカとか多分結構厳しいんだと思うんですよね、はい、やっぱり、はいはい、そうなんです。アメリカでとか、まあ、海外行くことが多くて、結構行く先々で髪の毛切ってもらってるんですよ、はい、で昔ね、ロングビーチのバーバー行った時に入ってまず座らされて、ベンチに座らされたら何にも頼んでもいないのにビールがジョッキに入って出てきました。へなんかね、ジョッキでビール出されて、もういや、たまたま下の車だったんで飲めたんで飲んじゃいましたけど、何にも聞かないで出すんだこの人と思ってびっくりしたんですけど、ね、なんか確かにあるイメージはありますよね。ああ、そうですか。あのサーバーがありました。入ってすぐのところにビアサーバーがあって、いきなりもう何も言わずに食べついて出してきたからびっくりしたんですけど、しかも初めてのお店ですからね、なんかリラックスしますよね。そうですね、なんかまあまあ国ごとにいろいろ違うなと思いながら楽しんでるんですけれども、でもどこ行ってみてもそうなんですけど、やっぱり僕が知ってる中ではウルマさんやっぱかっこいいですね。あ、本当ですか？一番かっこいいですね。ありがとうございます。そのインテリアそうですね、まあ、ソラさんかっこいいっていうのもあるんだと思うんですけど、このなんていうんですか、インテリアはとかはインテリア、エクステリアどっちもなんですけど、はい、ご自身である程度全部決めてるんですか？そうですね、ある程度その店のコンセプトとか、その大まかというか、まあこういう感じで行こうとか、まあ本当にこう、まあなんだろう、具体的に、うん、まあそのイメージとこういう感じ、まあ、で伝えて、うん、で小物とかは、まあ、正直その、まあ、それこそ内装の人とか、ええ、ブラッドハンドの絵描きのエル君とかに、はいはいはい、もうちょっとその辺用意してくれちょうだいとか、こういうのが、まあ、もちろんそうですね。あとはまあ自分で揃えるものももちろんあるんですよ。もう大まかにこうでかいものとか、ええええ、メインで置きたいものは自分で結構持ってくるんですよ。ああいう、まあ、バッファローのあれとかもそうなんですけど、そうですね、まあ、そういうのとか、まあ、毛皮とか、はい、うん、そういうのとかはやっぱりちょっとこうメインになるものはもう自分で揃えて、こまごましたものとか、そういうちょっと軽いそのレイアウトはちょっとお任せすることは多いですかね。額なんかもね、かっこいいですよね。そうですね、本当。こういうのもこれも揃えてくれます。ああ、そうなんですか。揃えてくれたやつですね。いや、すごいね。どのお店行ってもこうある意味統一感があるけれども、 そういう小物なんかはそれぞれお店によって違ったりするわけじゃないですか、はい、だからなんかそれを見るのも楽しいなっていう。そうですね、こういう剥製とかもね、こういうのも自分でやっぱ探して、今回はちょっとカントリーな感じをイメージして、うんうん、そのカントリーでもやっぱりちょっと肩の中にあるなんかちょっとこうおじいちゃんがやってるなんかこうバーバーショップみたいなイメージですかね。実際いろいろ見て回りました。いやだけど、まあ回ってみたけどそこまでいっぱい回ることはしなかったですね。実際ただやっぱその、そこでなんか実際なんだろう、自分のそのあれが役に立つのかどうなのかっていうのも正直なんか思って、自分のそのなんかそれのなんか写真一枚でもそれに対してこう自分がイメージすることっていうのが意外と大事なのかなっていうのも結構あったりとか、あんまり見すぎちゃうとなんかそこにこうなんか行きすぎちゃうみたいな、そう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 、そういう部分もあったりとか、もあったんですけど、そうなんですよ。いや、なんかね、入り口のそのドアのところのあのペイントなんかにしても、こうすごいザ・ウルフマンってこういう感じだよねっていうのがもうすぐ伝わるというか、かっこいいお店作るなと思って。お客さん待つベンチですよね。これだってもうヴィンテージの、ね、はい、
これは映画館ですかね。そうですよね。そうですね。古いアメリカのシアターで使われてたような、うんうん、三連のベンチなんか置いて、今だんだんとね、なんかこの辺も減ってきてるみたいですけどね。でもこう追いかけてきてる人も多いんじゃないですか。まあそれはまあそうですね、感じてるんだけど、まあそうですねどうなんだろう、言いにくいところなんかそんな意識してないんで、僕自身も、はい、あんまりこう周りの動向をそこまで気にしてないってのもあるし、はい、やっぱりもともとそこを作ったのが本当自分のなんかやりたいなってことを、うん、まあなんだろう、形にして、まあそれをまあ好んでまあ来てくれる人っていうか、はい、そう、ファン客を、まあ自分のファン客を作って、まあウルフマンのファン客を作って、ええ、まあそれが多くなればいいぐらいな感じで、もともとがそのバーバーとは全然関係ない軸で見ても、澤田さんは古いアメリカの、ヴィンテージ、アンティーク、こういったものは好きだったんですか。そうですね、だけど本当にもともとすごい、まあもちろん好きはあるんですけど、ええ、まあ本当に僕らの仕事ってもう修行っていう時代だったんですよね。お、あ、若い頃そう、もう飯食うのはやっとみたいな、で休みもない、何もないんですよ。へえ、多分本当にびっくりするぐらいな感じだったんですよ昔は。でも週に1回お店が休みとかは、休みですけど、もうくたくたっすよね。もう寝るためにあるみたいな。そう、でも帰ってくるのいつも、日付が その日で帰ってくることなかったんですよ。午前様。そうですね、本当午前様。それは何で送る、そんなの。いや、もう練習とか。あ、お店が閉店した後から。練習とか、あとはそのお店を、その勤めてた時は、お店を勤めてる時は、そのやっぱりそのお店を繁盛させるために、じゃあ何かそういうものを考えて、何か企画を作ったりとか、自分で何かそういうのを結構熱心にやる店だったんで、そういうのをやってて、まあ自分の時間っていうものはなくったんですよね。でまあやっとこう自分の店ができるようになって、まあ溜め込んでたものが、そうですね、本当にやりたいことを、それこそさっき言ったようにちょっと体壊して、じゃあこのままどうしようかと思った時に、じゃあ好きなものをやろうってことで、さっきのアメリカのバーバーショップを見て、あ、楽しそうだなと思って、じゃあその楽しいことを日本でもやらなくちゃいけないなと思って、ウルフマンバーバーショップっていうのが、やっぱこう、なんだろう、何年目かな、独立して6年目か7年目ぐらいにそれに変わったんですよ。名前は最初はメンズヘアサロンウルフマンだった。おー、まあまあ、そう、はいはい、そう、それ今から十何年前に、ウルフマンバーバーショップに変えて、でもう本当にこういう、もうアメリカから向こうから海外から見てもかっこいいバーバーショップを作ってやろうと思って、でそれでやって、一回そのそれこそ、まあ、グラッドハンドさんと出会って、はい、あの栃木の佐野のお店を改装したんですよ、はいはい、そこから始まりで、まあ、それもちょっとこう、まあ、考えがあったんですけど、ええ、やっぱ僕らの職業ってその当時先ほど言ったようにかっこ悪いイメージだったんですよ、すごく。それをどうかっこよくしようと思った時に、ええ、じゃあ業界誌でこう載せたところで全然変わらないじゃないですか、はいはい、じゃあファッション誌で取り上げてくれたら、うん、これって全然変わるよねと思ったんですよ。はあはあ、それでそういう、その当時やっぱアメカジでちょっと尖ったブランドがグラッドハンドだったんですよね、はいはいはい、でそこで声をかけて、ちょっとこう内装とか、ええ、まあその当時も結構内装もいけてたじゃないですか、はい、うん、それで、はい、まあちょっとその感じでやれれば面白いなと思って、うん、それで、あの、もう突っ走ってやろうと思って、ええ、行ったらやっぱり成功して、で、まあこう話題にもなって、はい、で数年後に、じゃあちょっとこうやっぱり
まあ、世界ももうバーバーショップの流れってすごくあったんですよ、うん、日本の前からも、うん、はい、それでまあこれからやっぱり日本もそういう時代になってくるなと思って、まあ、それだったらもう本当になんだもう栃木でやり尽くしたこと、もう全部やり尽くしちゃったんですよね、ある程度その店で、じゃあ今度はどうしようかさ、世界に発信できる店、うん、やっぱりあの東京日本のバーバーショップっていうのを、こんなかっこいい店あるよっていうのを見せたかったんですよね。でもうお客さんももちろん当時っていうか東京僕は働いたことなかったんで、お客さんゼロの状態でその神宮前3丁目に借りたんですよ。そうですよね。いや、言ってみればこの界隈って、はい、あのファッションブランドのお店も非常に多いですし、はい、お隣もそうですしね、はい、あのセレクトショップも多いし、もっと言うとね、海外の人たちがすごく集まる、そうですね、しかもおしゃれな人たちが集まるエリアの、はい、まあまあど真ん中に出しましたよね。最初は本当に鉄砲っていうか、やっぱり周り同業者にそれをまあ言っても最初まあ、半信半疑というかちょっとなんかバカにしたようなそうなんですか、何言ってんのみたいな感じなんですけど、はいはいはい、あーみたいな当時理解はされてなかったかもしれないですよね。だ、うん、女性ってこのヘアサロンに電車乗ってはるばる家から1時間かけて表参道のヘアサロンまで来るとかって、はい、結構昔から普通にあったことじゃないですか。ですよね。はい、でも男性のバーバー、でも利用店って、なんていうんですかね、ローカライズされたもの。そうなんですよ。はい、でしたよね、昔は。だから近くの、自分が生活圏の場所で済ませる。職場の近所、はい、家自宅の近所とか、はい、そういう感じですよね。ですね。で、あんまりこう、いろいろなんていうんですか、情報誌見て、あ、ここ行ってみようとかっていうことをする人は少ない時代だったと。いや、本当少なかったと思います。でもウルファンの場合は特にこの東京の店舗なんかは地元って言ってもそんなに地元の人いないじゃないですか。いないですよね。そうそう、住んでる人自体が少ないから。本当いなかったですね。やっぱりどこから足を運んでくれる人が多いお店、そうですね、まあ、女性のヘアサロンに近いような形を、はい、あの動向が取れるようになったっていう感じじゃないですか。そうですね、本当最初それこそ本当に、まあ、ゼロからのスタートだったんで本当の、まあ、最初の2年間本当大変で、おただやっぱりこの大変でも、まあ、絶対やれるっていう自信はあったんですけど、はいはい、全然もうその恐怖はなかったんですけど、ただいつまで続くかなみたいな、そのそうなんだろう、暇な時期が大体2年ぐらいかかりましたね。あ、そうですか。本当にこうなんか僕の印象だとポッと出てきてダーッといったっていう印象だったんですけど、確かに一番最初ですよ、栃木のお店から確かにクラッチかな、あれは取材させてもらったのが、はい、そのまだで東京出てくるんだって聞いた頃にはもうすっかりもう名店として東京に出てくるっていうそんなイメージだったんですけどね。なんかね、やっぱ、まあ、最初の店は特にそうなんですけど、やっぱちょっとこう高級感もあって、はい、もうすごい入りづらいお店かなと思ったんですよ、うんうんうん、今はもうそれこそあれですけど、最初本当にね、9割ぐらいは外国人だったんですよ、お客さんは。おー、でもある意味それは当初、まあ、そう考えてたそうなんですよ、海外の人が見に来る、はい、切りに来るっていう。そうですね。だからそこが来てくれて満足してくれてたんで、ね、僕の中では絶対行けるなとは思ってはいたんですけど、はい、ただ本当に日本人のお客さんは来なくて、へー、でそれこそ英語もそうね、あれだったので、まあ本当に大丈夫かな、ちょっとそこの部分は不安あったんですけど、ただやっぱり僕ら技術職なんで、やっぱいいもの、いいサービスを提供すればそこで満足してもらえる自信はあったっていうか、すごい。でもなかなかそういうことを考えてる人ってこの業界の中には
まだいなかった時代でしょうね。そうですね。やっぱりローカルのお客さんにどう足を運んでもらおうかっていうのを、うん、普通はまず第一に考えますもんね。そうですね。まあ、その考えがまあなんか僕的にはもう本当にまあなんだろうな、変えたかったっていうか、やっぱり一つこうバーバー業界をこうなんかこうステップアップじゃないけど、そうレベルなんかこう見え方を変えたいっていうか、はいはいはい、そういった思いもあったりとか。でも曽原さん自体がこう自分のブランディングっていうとあれなんですけど、結果的にブランディングになっちゃってるのかもしれないですけど、はい、お店だけじゃなくてこう我々ライトニングなんかでもよく取材させてもらうぐらいネタ持ってる方じゃないですかそうですね。ご自身がだそういう、ね、車とかも、はい、あんまり人が乗ってないような古い車乗ったりとか、ファッションのスタイルなんかもね、はい、もう一つ筋が通ってるというか、うん、ところもあって、はい、話題にはこと書かないですよね。そうですね、やっぱりなんかこうそうなんですよ、やっぱりこうなんか来るとやっぱりこれにはこれが合うかなとか、まあ、ええ、車もどっちかっていうとオタクではないんですよ僕、結構全然、ええ、オタク気質はあんまそんなないんですけど、はい、じゃあこれに合うものは何なのかとか、じゃあこれだったらこれかなみたいな、そういうのをいつも考えて、ええ、もうなんか買っちゃったりとかするんですよ、はい、ただだからこれがなんだろうこうで価値があるよとか、そういうのがあんまりね分からないんですよ、結構意外とかっこいいなで言ってる感じですか。そうなんですよ、そうなんですよ。ほう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 。でそれに追随するっていうか、その専門家がやっぱり運よくいるんですよ僕の周りは、そのもうトップのそういった、はい、もう何でもそうなんですけど、そうすると彼らに教えてもらえればいいやみたいな、僕はそこまでなんかこう覚えなくてもいいかなみたいな、そういう人が身近にいれば別になんか困っても、じゃあこれがいいんじゃないとか、だけどその中で僕の好みを伝えながら、じゃあこれがいいよね、あそうだよねかっこいいよねって、なんかそこでこう生まれることの方がなんかすごく面白いなとか。結構じゃあ素直に人の話を聞いているんですね。あ、結構聞く方ですね。意外とその本当のなんか認められるような、ええ、なんだろうな、その方というか友達というか、はい、そういう方だと本当そうですね。昔はね、仲間とつるむのが嫌だったっていう、そう、曽原少年からは考えられない進化ですね。でも、うん、そういう関係値がいろいろ増えることによって、逆にお店にもいいフィードバックができるようになってきたっていう感じですか。ね、やっぱりそうだと思います。やっぱり僕も、やっぱりこの業、まあ、バーバーの中ではやっぱり、そういった尖ったこともやってきたし、ええ、これからもやるつもりだし、ええ、なんでね、本当そういう、まあなんだろう、そういう同じ人がこう集まってくるじゃないんですけど、はいはい、まあ、それがだから逆に言えば、まあ、今正直面白い状況かなっていうか、馬場さんってまあ僕ら素人なんで、ついこうインテリアとかエクステリアのかっこよさにばっかり目がいってしまうんですけども、はい、やっぱり大事なのって技術職であるというところが一番大事なわけですよね。いやそうですね、やっぱそこがあって、やっぱそこでかっこよく見せられる仕事をしていかないと、ええ、やっぱり全てが軽く見えちゃうなと思ってるんで、かっこだけではいかないと、実が伴ってないとっていう、そうですね、どうですか今こう働きたいっていう若い人多いですよね。そうですね、おかげさまで今本当に求人は結構どんどん増えてきてるっていうか、まあ、ありがたいことに、この僕が知る限り利用業界って求人すっげえ困ってるって聞くんですけど、いや困ってると思います、はい、やっぱりそうなんですね。そうですね、ブルマンさんに関してはそれは当てはまらない。まあ今のところはそうですね。ただまあ本当そうやってね、ちょっとこうまあ皆さんのおかげだっていうのもあるんですけど、いろいろまあ話題性もやっぱり、まあ話題性って言っていいのかわかんないですけど、僕もあんま発信力って本当に強いかどうか分かってないんですけど、ただなんかこうやりたいことをやらせてもらってるなって感じがあって、それを見た若者がもしかしたらまあ
共感を持つか、うん、持ってるのか、かっこいいなって思えてくれてるのかなっていうか、うんうん、まあでも若い人たちからするとかっこいいお店で働きたいっていう気持ちは絶対あるでしょうからね。そうですね。そこでいやかっこいいお店はだけども、うん、技術の部分を磨けよっていうことがやっぱり一番伝えなきゃいけないことなんですか。そうですね、で、まあ、あとは人間性とかやっぱそこをすごく大事になってくるので、ええ、やっぱ仕事を真面目にするってことだけでも、ええ、やっぱりその中身もやっぱ鍛えられるんで、うん、だからまあそういう部分ではやっぱりまあやっぱりね今それこそ言われたようにやっぱり見た目で入る子が多いんですよ。まあかっこいいからね、かっこいいなと思って。もうそれはそれでも、うん、あのすごくいいことだと思うんです。そうですね、ただその中でやっぱりその技術の大切さっていうのを教えるっていうのをやっぱりこう、うん、していかないとダメだなって思いますよね、うん、厳しいんですか澤田さん。いやそんなに厳しくはないんですけど、ただやっぱりまあ仕事においてはやっぱり、うん、やっぱこういや仕事の姿勢とか、ええ、そういうのは結構言うことはありますけど。昭和の感じですか。まあどうですかね。ただねそれが結構やっぱり、ええ、あの上の先輩たちがちゃんと受け継いでるんで、やっぱり本当みんな本当に真面目っていうか本当仕事を一生懸命やってくれるんですよ、うんうん。まあ、周りがそういう人たちだとね、そうじゃない人は続けられないですもんね。そうなんです。それをまた下の子が見てるから、ええ、まあ本当ねタバコはパッカッパッカするやつはいるんですけど、はい、うちの従業員も多いんですけど、はい、ただやっぱり仕事においてはみんな真面目にしっかり、ええ、学ぶ姿勢をしっかり持ってやってくれてますね、ええ、それは本当に嬉しいことだなと思います。まあ、若い頃休みもなく、苦労なされて今、まあ、ある意味こう誰もがバーバー業界の若い人たちからだったら誰もが憧れるこうオーナーになったわけじゃないですか。これは、まあ、事実として事実、まあ、ありますよね。まあ、自分じゃ言いにくいとは思うんですけども。となって今お休みって取れてるんですか。そうですね、今はもう結構休み、それこそ昔は取れてなかったんで、ええ、今はもう月火はもう栃木の佐野にいて、あ地元に帰る。そうですね、ええ、そこでもう車をアメ車それこそ乗ったりとかしてますね、はい、あとまあ妻もねやっぱりそこでもう最近、まあ、それこそ会う機会が月火しか今単身でこっちしちゃってるんで。単身なんですか。はい、なんで、ええ、まあ月火はもう、まあ、妻と家族の元へ。そうですね、はい、帰ってで一緒にドライブしたりとか、ええ、そうですね、まあ、車もねやっぱアメ車も今何台か持ってるんで、ええ、それもエンジンかけなくちゃいけないんで。まあ今何台ですね自動車。自動車、まあ、自動車だけ自動車を言ったら、ええ、まあもちろん国産のそういうファミリーカーも合わせたら、うん、5台あですね。お店に1店舗に1台ぐらいの感じですね。ただねあれなんですよ、あの独立した当初 の、ええ、あのボクシー、はい、トヨタのボクシーも売らずにずっと残してるんですよ。おもう手放すのはあんまり好きじゃない。意外とそうなんですよね、大事にしたい、ね、買ったらなんかずっと持ってるっていうか、あとはなんかこうちょっとこう思い入れがあるというか、やっぱりその初心を忘れるんじゃない、忘れないようにっていうのも、もしかしたら自分の中でもあるのかもしれないけど、なんかそれは手放さずにいいかなって感じです。いやでもなんかいい話ですねそれは。手放したくない。俺なんかはもうどんどん何台も持てないから、あの入れ替えていっちゃうタイプだからね。あとは時間差からドライブか、まあドライブだったり車だったり。そう、釣りもやりますよね。釣りもたまにやる。もう昔はねそれこそやってたんですよ、ブラックバスとか、ええ、最近はそれこそ本当なんかねやっぱりまあ、妻の時間もあれしなくちゃいけないから、うん、単身だから。そっかそっか、もうそこに集中しなきゃいけないですね、うん、家族サービスを。そう釣り行っちゃうと1日いなくなっちゃうんで、
なんで年に1回2回とかになっちゃいますかね、ついては。最近それこそ石垣島とか、まあ、たまにってここ行くことがあって、長期で取って休み取って、まあ、そうですね、それで結構海行って、釣りすることになります。意外とそれも面白いなと思います。あれじゃないですか、まあ、あの仲良しのパッドハッターの菊池さんが沖縄にお店を出してるじゃないですか。そういうのもあります。沖縄に行くそういったことは増えたっていうのも。菅原さんも沖縄になんて考えたりはしてるんじゃないですか。誘われてないですか、菊池さんに。いや、誘われたことはもちろんあるんですけど僕もそれ一時乗る気だったんですよ。あ、沖縄でやろうかなと。そうですね、ただ意外となんかこう遊び行くことが増えたら、これは仕事したら面白くないなと思もう遊びとは遊びで分けた方が、そうですね、と思ったのが最近ちょっとそういう感じにはなってます、ね、はい、まあね、ちょっと沖縄と東京で行ったり来たりしながら仕事するって、結構こう気持ちの切り替えが大変そうですもんね。そうなんですよ。あとはやっぱりこう僕らの仕事はやっぱり本当に手仕事だから、それをまあ離れちゃうと伝えることが難しいっていうのも出てくるし、まあ結構難しくなるのかな。だけどまあそれはもうもちろんシステム化すればいいことなんでしょうけど、まあちょっと僕はそれが意外と苦手なタイプだから、そうか。いやでもそんなに奥様思いで家族思いだなんてごめんなさい、失礼ですが僕は想像してなくて、もうバリバリのやり手でっていうぐらいにね、まあ普段お話ししててそのやり手感で喋ってこないですけど、沢原さんってこうほからかに喋る方なんで。でもやっぱりそういう人じゃないと僕はこんな東京のね、厳しい世界で勝ち抜くことはできないんだろうなぐらいに思ってたんですけど、そんな家族思いだったんですね。そう言われるとあれで、なんかね、そうですっていうのも奥さんもこういう世界に理解のある方なんですか。そうですね、もちろんやっぱりファッションも好きだし、理解のある。で、じゃあ洋服なんかも一緒に買いに行ったり、お揃いの同じブランドの服着たりなんて。あ、たまにありますよ、たまには、今どうですか、やっぱりもともとがね、グラッドハンドさんと一緒にお店作ってみたいなところがあったっていう話だったんですけど、グラッドハンドの服なんかは結構、そうですね、多いですね、着てることは、はい、奥さんももうそうですね、はい、もうおかみさん、うちの妻もね、最近古着とかよく買ったりとか。あ、昔はそういうのあんまり着なかった人が。そうですね、どっちかっつったらそっちの方じゃなかったですよね。こうでも、お父さんがサービスをいっぱいね、休みの日にするから答えてくれてるんじゃないですか。まあそうですね、そういう影響もあるかもしれないか、僕はそういう格好してるからっていうのも影響あるかもしれないですし、ね、はいはいはい、まあお互いだけどなんか、そのファッションに関しては自由になんか楽しんでる感じがします、ね、僕もなんかもうこだわらずにいろいろなものを結構好きなのもあるんで、でもいつも、まあ何なんですかね、これいい服着ればそれだけでかっこよくなるかっていうと、そうなんですね、そんなこともないじゃないですか。ないですね、やっぱりこう染み出てくる独特の雰囲気が多分沢田さんのかっこよさだから、何着てもきっとかっこいいんだろうなと思うんですけど、今日着てるのはそれオリジナル？これそうなんですよ、最近出した T シャツで、最近それこそグラッドハンドさんとコラボで作ったポマードがあるんですよ、はい、それこそホットロットポマードってつけたんですけど、はいはいはい、それのまあ発売記念 T シャツみたいなそういうことか。 T シャツはあくまでもサブ的な要素なんですね。そうなんですけどね、でその中でもやっぱこだわりを入れて作ったんですけど、今回もともとそういうグッズを、まあ、バーバーさんオリジナルグッズを、作るとかっていうのも、もともとはこの業界にはそうそうなかったことですよね。やっぱり、専門職というか、なんだろうな、そういうところがなんかそういう化粧品を作る
はい、まあ、美容師だったらその美容師の大手のところが作るとか、はい、まあ、あの床屋さんの大手が作るっていうのはあんまなかった、あってもそんなに目立つようなブランドはなかったかなと思うんですけど、私あれですよ、レザーのウルフマンと、菊池さんとこの、はい、ダブルネームの帽子未だに愛用させてもらってますけど、バケットアップ、ね、いいですよね。そういうのだって、まあ言ってみればバーバーさんってあの帽子屋さんって、はい、本来はこう融合するものじゃないじゃないですか対抗するものじゃないですか、はい、でもそれをウルマンさんこう帽子出したりしてるの面白いなと思ってなんかね、やっぱなんかこう僕が好きなものとか、ええ、まあ、そういったものをなんかこう自分のお店で出せればいいなと思ってたんで、ええ、あ、まあ、それで今本当お世話になってる菊池さんとかブラックハンドさんとかマーメイが本当に、今これまでどんなもの作りました？他に櫛とかもそういうのはね、そうですね、まあ、ある意味直結してる部分で、そうですね、制圧剤とかはありますよね。それ以外だとそうですね、やっぱキャップ、ハット、ええ、あとなんだっけ、ピンというか、はい、ピンズ、そうですね、はい、ピンズとか、はい、まあ、あとは、まあ、結構作りまして、ええ、今だとそれこそあのユニフォーム、はいはい、バーバーのユニフォームとか、とカットケープとか、シェーブクロスとか、はい、そういうのも作ったりとか。それは販売はしてる、まあ、してます。あ、販売もしてるんですか。はい、ほうほうほう。ただね、あんまり宣伝力があんまないくて、あんまり同業者にそこまで売れてないっていう。いやそっか、そうですね、ケープ、あのクロスなんかは、うん、一般のお客さんは必要ないもんですもんね。同業者が買ってくれないとっていうものですもんね。そうか、そういう、うん、そういう横のつながりみたいな展開もしてるわけですね。そうなん、これからしようかなと思ってるんですよ。そういう、やっぱりその今まではやっぱりエンドユーザーに直接こうやってるようなことをしてたんですけど、うん、はいはい、やっぱりちょっとこう同業者にもちょっとこう少しアピールできるものをちょっとしていこうかなと思って、でもウルフマンという名前はすごくブランドにもしやすいだろうなと、かっこいい名前だなと思っていて、はい、って考えたらもうアパレルブランドみたいな形で、まあ、アパレルっていうかこう男の身の回り品ブランドみたいな形で、うん、いけそうですよね。そうなんです、お店があっても不思議ない。そう、なんかそれもちょっと正直やってみたいなっていう思いはあるんですよ。なんかセレクトショップでもいいですけど、ええ、まあ、なんかもちろん今そのうちのウルフマンプロダクツの、ええ、まあ、ポマードとかシャンプーとかもちろんそれも置きながらの、ええ、なんか僕のその身の回りの人たちとかのかっこいい洋服とか、ええ、はい、なんかそういうのを集めたセレクトショップもいいし、もしくはあとプラスこう自分のオリジナルのブランドもちょっとこう置いておけたらなんか楽しいだろうなって、カットして終わったお客さんにこう接客をしてこうなんかこう見てもらうような、はいはいはい、そういったなんかないですね、そんなお店はなかなか日本では聞いたことないな。そうですね、フリーマンズさんとか、まあなんかそういう先駆けじゃないんですけど、まあ、なんかちょっとこうあれだったのかな。多くは語りませんけど、フリーマンズさんもすごいね、はい、あのいろいろ仕掛けてましたけど、うん、ちょっと違いますよね、でも今、澤原さん考えてることとは、はい、そうなんですよ、うん、なんかもうちょっとこう、うん、刺さるようなね、なんか自分のなんかでもそう言ってみると多分来年にはできそうですね。いや今年出ないみたいな、もう計画は多分あるんだろうなと今なんか感じましたけど、なんか年齢も今年50なんですけど、ええ、なんかだんだんとこう自分の楽しめる場所をどんどんなんかこう、なんだろう、作りたいなって、もっと作りたいなっていうのがちょっと出てくるんですよ。欲が出てきてるのかわからないんですけど、なんかもっとこう、ええ、なんか逆に50になったらもっと楽しみたいなとか、はいはい、そういう欲が出てきたかなって。ソーラさんってちょっと突っ込んだこと聞いちゃいますけど、はい、ご自宅は
こういうお店みたいなインテリアなんですか？いや全然なんですよ。これが普通の家庭ですか？全然こだわってないです。いや僕もね、自分の家って、まあ、家族4人家族の家なんですけど、こだわってるかっていうとこだわってないんですよ多分。でそうで、ね、普通に普通の家で、はい、外から見てもなんか普段やってることと全然こう分からないような住宅なんですね、はい、でインテリアもそうなんですよ、だけど最近やっぱり興味がヴィンテージアンティークとかって言ってて、はい、服だけじゃなくて、はい、ソファーとか、はい、机とかテーブルとか、はい、棚とか、はい、そういうのが結構好きで、はい、家に持ってってもどうやっても合わないんですよ。わかります、それも僕も同じです。昔アンティークのチェスタ、チェスタのでっかいソファーを、はい、俺古いの買って家で使おうと思ったらそもそも家からどこにもどっからも入んなかったんです。入れられなかったんですよ。玄関のドアからは入らないし、庭の方から入れようと思っても入んないっていうことになって結局会社に持ってって会社に置きっぱなしなんですね。だからなんかそういうところまでこう興味がいってしまうと全然こうなんていうんですかね、大事になってしまうんですよ。はい、そうですね。基地を作らなきゃいけなくなるんで別に。そうですね。だからそれって多分ソーラさんも今お店が増えてってて、ただバーバーさんでやれることって限られるんだろうなと、置けるものって。はい、そういう思いもあってお店なのかなと勝手に思ってたんですけど、でそれもやっぱりそういった店も今後、まあ、さっき言ったように、ええ、あればいいなと思うし、ええ、でも今こっち単身で一人の小さい部屋ですけど、はいはい、そこはやっぱり逆に一から置けるじゃないですか、はいはいはい、だから結局そこにはやっぱりそのヴィンテージ家具とか入れちゃってるんですね。入れてますね、はい、まあ、ソファーもそうですけど、ええ、そう、なんかね、そう、コンパクトにまとめられるんで、なんで、やっぱりちょっとそういった家具は、やっぱり同じように、まあ、ちょっと最近好きで、よく見てますね。はい、そう、雑貨の置物とか、ちょっと古いヴィンテージで、あ、これかわいいなとかっていうのを、仮にアンティカとかで俺買ってきたりもするんですけど、はい、我が家に置いたところ で、 そうなんです、あまりにも調和が取れずみたいなことが起こるじゃないですか、はい、そうなると結局俺も店やりたいなっていう思いになって、はい、だからロンドンで今お店やってるんですけど、はい、クラッチのお店って重機相当僕送ったんですよ。会社に置いてたやつを、オープンさせるにあたって、そのぐらい置く場所がなかったんですけど、なんか欲しくてもっと期待で買い続けちゃってて今の職場にも結構、だからそのでかい層は今の職場にあるし、そうなんですよ。なんかアメリカのインダストリアルの工場で使ってたような引き出しが、ザーッといっぱいある引き出しのがついてる棚とかネジとか入れてたような、アメリカで安いと思って買ってきたはいいが、自宅にはとてもじゃないけど置くもんじゃねえなみたいな。そうなんです、お店に好きなものを、だからソワルさんがこのお店で好きなことをどんどん突き詰めてってるっていうのもすごく俺は、うん、なんか勝手に納得しちゃってるんですけど、ですよね。いや本当お店をこだわっちゃうと逆にこう他を手抜いちゃいます。おろそかになってしまうというかで、まあ、ちょっと気が抜けなくなっちゃう部分もあると思うし、なんか、そうなんですよ。だからこそ店に全力を出すみたいなのもあるかもしれないですね。はいはい、今はそれぞれにこうテーマがそうですね、あってやってます。ソワラさんの多面的な部分を、はい、それぞれのお店を回ると見れるわけですね。竹志津バーバーなんか本当そんな感じだと思うんですけど、ウルフマンやってこの店出すんだみたいな感じだと思うんで、はいはい、そうなんですよね。外国からのお客さんが、まあ、土地柄もあると思うんですけれども、うん、今すごくお客さんとしてもいらっしゃってますよね。はい、はい、こう
海外でバーバーをやってる人なんかも中にはいるんですか？あ、日本人で。いや、お客さんで、外国のお客さんで、実は同業者みたいな。あ、結構いっぱい来ますね。あ、そうなんだ。それこそ昨日来たのは、LA でやってる、あのオレンジカウンティのところで、サークルシティバーバーショップ。あ、そこの勤めてるアレックスさんっているんですけど、それ前回、何ヶ月もない、まだ今年ですけど、来てくれて、で、ちょっと、遊んだんですよね、こっちで少し、はいはいはい、でつい本当昨日今度なんかベトナム行くって言うん で途中で日本寄ってくれて、そこで昨日会って、まあ、またベトナム行きましたけど、はい、今日、はあ、で彼もやっぱりその、まあ、なんかやっぱウルフマン気になってたのか知らないですけど、まあ、ぜひ行きたいって言って来てくれて、そのなんだ彼も多分 LA からほとんど出てなかったんですよ。でその時に本当初めてこう同業者というかそういう日本のこのウルフマン来て、なんかすごく喜んでくれたんですよね。でそれをきっかけに彼すごくいろんな国に行くようになったんですよ。そのきっかけはウルフマンだって言ってくれて、やっぱ他も見たくなっちゃったんですかね。そうみたいです。なんかすごくいやでもね、やっぱりそのこれから海外の方なんかでも独立したいとかそういう人たちはね見に来たくなるんだろうなとか、もしくは同業者でちょっと偵察にというか視察にっていう人たちも、そうですね、今アジアなんかもこういうバーバースタイル増えてるって言いますもんね、すごく。本当そうだと思う。なんかすごく今 SNS、インスタグラムとかでやっぱ身近に感じるんで、やっぱりその他の国のバーバーショップも、はいはい、だからもうなんかすごくみんな普通に来てくれますよね。もう本当に前なんか下手すると毎月ぐらいにいろいろな国が来るっていうか、今日来たお客さんも結局オーストラリアのアンクルロコスっていう有名なバーバーショップなんですけど、はい、彼も実際もうそれこそ栃木の、まあ、東京ってなかった時に来てくれて、その頃からの付き合いで彼がそのお客さん紹介してくれて日本に行ったらウルフマンバーバーショップ行けっつって今日も来てくれたんですけど、はいはい、だからなんかそのネットワークってすごいなと思って、そうなんですよ。うちもね実はオーストラリアだったりカナダだったりのバーバーさんで、アメリカもありますね、本を売ってる、卸してるお店が何店舗か海外にあるんですよ。それでこうオーダーくれて、そこは要はバーバーとセレクトショップをやってるとか、もう一つはカナダの方はバーバーとカバン屋さんが一緒になってるんですよね。ちゃんと壁で仕切られてるんですけど、入り口一つみたいな感じ で、ね、右行くとバーバー、左行くとカバン屋さんみたいな。で僕もなんかそういうちょっと変わったところから仕入れの話が来ると、なんだかんだ理由つけて見に行くようにはしてるんですけど、いいす、ね、どんなとこでやってくれてるのかなとかって思って、それがいいんですよね。僕もやっぱりそのファッションとそのバーバーっていうのをなんかこう身近にさせたかったですよね。だから今の形にはなったっていう、海外ってやっぱそれが意外とあるんですよね。そうですね、確かに。それがすごくかっこいい見せ方かなと僕もやっぱ思ってて、うちのロンドンのお店もマクナリがバーバーなんですよ。あ、そうなんです、ね、それで今ソワさんのところにボクシンググローブ飾ってあるんですけど、そこのお店もチャンプっていう名前で、あのボクシンググローブをぶら下げて、で本当まとなりだったんで、まるでこううちと一緒の経営者じゃないかって思われるぐらいな感じで、かっこいいバーバーだったんですけど、そこは。そしたら最近はね、なんかね本当にチャンプらしいんですよ、コロンビアかなんかのボクシングのやってるオーナーが。でジムも一緒にやりたいってことになって、ボクシングジムも。すごい。それでそこのスペースじゃもう間に合わないっていうんで、ついこの夏前ぐらいに移転しちゃったんですけど、それでなんかジム兼、バーバーみたいなのが今度できてるって言ってましたよ。
まずそこ見に行ったらいいですけど、ジムも一緒にやる。楽しそうですね。なんかね、本当そうやって、だから沢田さんもそうですし、自分のオーナーさんのキャラクター性だったり、好きなものっていうのをこう表現するっていうのは、なんか今の時流なんだろうなという気はしますよね。本当そう思いますよね。自分の趣味を見せることもなんか一つの、なんだろう、ブランディングも兼ねるし、ね、なんかそうですね、なんかそうですね、ですね、うん、いや今多分すごく何でもそういう自分の今までだったら見せちゃいけない部分まで見せていくっていうのはね、どんどんいけないっていうか、見せたくなかったところも今皆さん見せてってますからね、どの業界においても。非常にそういう意味では、うん、そういうもんなんだよっていうのを世に知らしめてるのもこのウルフマンなんだろうなと僕は思っていて、お店がね、どんなにかっこよくなってもオーナーさんがどの人がオーナーさんで、どんな人がオーナーさんでって普通は分かんないもんですからね。確かにそうかもしれないですね。ですよね、うん。そしたら車好き、サナさんが車好きだって言ったら、古いアメ車乗りの人は行ってみようかなってことになりますもんね、普通ね。そうです、うん、ね、そう思ってもらうと嬉しいですけどね。いやー、すいません、長々と、楽しいお話を聞かせていただきました、はい、こちらこそありがとうございます。いいですね、最近アパレル系の方がやっぱり多かったんで、ちょっとこういう異業種というか、の方の話を聞くのもすごく楽しいなと思って、ちょっと我々も今後、バリエーションにしていきたいなと思っております。ということで、松島敦のワンナートーク、お楽しみいただけましたでしょうか。本日のゲスト、ウルフマンバーバーショップ、ソアラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、来週も月曜日の19時に更新されます。またぜひお聞きください。さよなら。楽しかった。